日本東京都江東区成長成長は、東京都江東区の地名で、旧深川区にあたる深川地域内である。現行行政地名は、成長1丁目から清澄3丁目。郵便番号は 135-0024? 深川地域西部に位置する。成長のシンボルとも言える成長庭園をはじめ、深川図書館が所在し、周辺住民が集う憩いの場所として、賑わいを見せている。 長らく、深川を冠していたことから、深川成長の名で親しまれている。これは、現在でも、旧深川区内に根強く残る習慣である。隣接する白川と共に成長。白川エリアは、深川北部の森下、高橋と南部の門前中町、富岡に挟まれた立地条件から、深川地域行政の集約地として機能していた。その後、深川区などの合併により、 江東区が発足すると同時に、区役所も地理的中心地の東洋に設置された。区役所所在時の賑わいは失ったものの、現在も複数の行政施設を保有し、その面影を残している。2000年12月の大江戸線開通や2003年3月の半蔵門線延伸により、交通利便性が急速に向上したエリア、高層マンションの建設など、再開発が盛んである。 また近年になって、ブルーボトルコーヒーの日本第一号店が出店されたことなどにより、コーヒーの聖地として、急激にクローズアップもされ、週末等には、若い世代の観光客が急増した。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、清澄2の13の12の地点で50万9千円、平方メートルとなっている。徳川家康の江戸入府の頃は、日型だった。 江戸時代に入り1629年頃、この一帯の干潟を開拓した、漁師町開拓8人の一人に野兵という者がおり、その名を由来として、野兵町と呼ばれていた。無念口で女御用などを務めたが、漢文10年に念口となり、1695年の検知の際に、清澄町と命名された。この清志銃は、野兵のせいだと考えられている。 清澄町に伊勢崎町、西大区町、浦大区町、中大区町が合併した1932年に深川清澄町に改称され、現在に至る。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。